ミハイル・パーブロ・ベチシシキンは、ロシア出身スイス在住の作家。彼は最高の現代ロシア語作家の一人と考えられている。1961年モスクワで誕生。モスクワ国立教育研究所で英語とドイツ語を学び、卒業後、掃除婦、道路作業員、ジャーナリスト、教師、翻訳者として働いた。短編小説、書道教室で1993年。 月刊スネミア氏でデビュー。1995年以来中立日に住む。書籍は5年に1冊出るペース。C シシキンの本は10以上の言語に翻訳されている。3分の普遍的なスタイルには、C シシキンの言語は素晴らしく明快で完結や、古風な響きがなければ、トルストイやドストエフスキーやプーシキンを超えるかもなぁという称賛もあった。扱うテーマは、死、復活。 愛など、アントン・チェーホフ、ウラジーミル・ナボコフ、ジェームズ・ジョイスと比較された。チェーホフ、トルストイ、イヴァン・ブーニンの影響を受けたことを認めている。ブーニンは妥協しないこと、自分自身を信じることを教えてくれた。チェーホフはヒューマニティを貫き、完全にネガティブなキャラをテキストの中に描かなかった。トルストイからは、ナイーブであることを恐れないことを学びましたとしている。 死シシキンは2014年のロシアによるウクライナ併合問題について日本の雑誌スバル2014年6月号に特別機構を寄せプーチン政権下のロシア連日ニュース番組で流されるのはウクライナの反戦運動を凶悪な暴動のように捉えたプロパガンダ的な視点の特集ばかりだしかもそこへ昔から小話に登場するような ウクライナ人を小馬鹿にしたイメージが加わるのだから、立ちが悪い。戦争の目的はいつも特定の政治体制の存続や繁栄でしかない、尽きせぬ国境紛争ほど独裁体制にとって都合のいいものはない、気の遠くなるような人類の歴史の中で一体国を愛せという呼びかけの末にどれほどの命が犠牲になっただろう。そして今、ロシア人が、ウクライナ人が、 同じ犠牲のもとに立たされようとしているとした。ありがとうございます。